こんにちは。今日はセミナー講師の小倉哲也さんに来ていただいてます。本日はよろしくお願いします。はい、簡単にでいいので、はい、噛んじゃいますね。簡単にでいいので、はい、自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。初めまして、小倉哲也と申します。セミナー講師をしておりまして、6年目くらいですね、うん、今日はセミナー講師の話を。セミナー講師ということで、はい、実際にその企業さんからお声をもらって何かされてるってことですか？その辺の整理をすると、依頼する企業があってベンダーさんって言われる研修会社ですねがあって、うん、でそこから私は依頼を受けているっていう形ですね。まあ、研修会社って新入社員研修どうですかとか、うん、リーダー研修どうですかとか、うん、そういうのを販売していくわけですけど、うんうん、やっぱり自社内だけだと講師が足りないわけですよ。繁忙期、特に4月とか新入社員研修がもうたくさん企業を受注するので、うん、足りないので我々のような登録講師、まあ、講師のプロに頼んでいただくっていう、そんな流れです。イメージがまだちょっと掴みきれてないというか、うん、セミナー講師ってどんな仕事なのか、はい、もうちょっと深掘りしていきたいんですけど、企業さんがそのセミナー講師さんにその依頼する内容は、うん、具体的にどういうことに悩んでて、はい、お願いするものなんですか？様々なんですが、やっぱ一番多くて分かりやすいのは新入社員が4月に入りました。で、自社の人たちで社員教育っていうのをしていても、うん、やっぱりプロではないので先輩たちが教えると、うん、やっぱり新入社員が育たないと、うまく育たないので、要は基礎の部分だけ研修会社さんお願いねっていう形で依頼を受けるのは一番分かりやすいんじゃないですか。話し方もそうですし、はい、マインドみたいなのもあるんですね。ああ、そうですね、マインドとかで、まあ、営業のセミナーとかもありますし、はい、どういう心構えで、うん、まあ、仕事ってこういうものだよとかっていう話もするし、あとはなんか上司との関わり方とかチームでのコミュニケーションとか、はいはいはい、そういうのを、まあ、実践系が結構多いですかね最近は。実践でどうやってやるものなんですか？講師陣がもう上司役をやって、我々外部講師が上司としてみんなで仕事を振って、仕事をやっていく中で上司へのほうれん草があったりとか、うんうん、で実際にお客さんに提案、お客さん役がいてですね、うん、そこに提案しに行ったりとか、そういうことを実践でやっていく。なるほど、なるほど。その後また報告がないぞみたいな。そうですね、お客さんが怒ってますとかっていうので、はい、報告するチームもあれば、なんか どうしようってわたわたしてるチームもあったりとか、イメージ分からなかったんですけど、うん、ちょっと透明感で、はい、具体的に一日のもしルーティーンとかがあれば、うん、そうですね、ほぼないです。ないです。自分でスケジュールは決めているのと、はい、まあ、講師業ってそんなにバンバンやるものでもないので、うん、月に私だと3から多くても5本くらいしか受けてないので、じゃあ本当に自分で仕事のスケジュールは決めていける、うん、そうですね。なぜ、はい、セミナー講師というお仕事に就こうと思われたんですか？きっかけで言うと、はい、なんかたまたまそのベンダーさん、はい、研修会社で働いている人と飲みに行ったっていうのが、はい、本当きっかけはそういう方で、人に教えるっていう仕事が僕はすごい好きなんですよ、うん、お客さんが変わること、変化することっていうのが僕は一番好きなんですよ、うんうん、なので研修講師も知らないこと、まあ、例えば企業のマナーだったり働き方だったり、どうやって活躍できるのかとか、うん、知らなかったらなんかなんとなく働いていくっていうことになると思うんですけど、新しい知識だったりを教えた上でその人が変わるっていうことが好きなので、うん、全然違う仕事やってて何やってるんですかとかよく言われるんですけど、確かにそうですね、僕の中ではどっちも同じ、教えてこう人が変わるっていう変化がすごい好きなんだなと。人って変わるんですね。そうですね、私ももともと人見知りで、はい、まあ、人のメール見て全然誰も信じてくれないから、僕も知らなかったんですけど、もともと人見知りでこの辺見て喋るみたいな。なんか訓練かなんかあるんですか？訓練というよりは飲食店で働いてる時に克服しましたね。そういうのはバイトとか、はい、まあ、他の仕事とかで、はい、そういうコミュニケーション能力が、そうですね、培われると。あと人前も5人以上だともう手震えるみたいなくらい、もう手汗びちょびちょ。だって今だって結構何十人何百人とか、今そうですね、研修で少なくとも2、30人とか、一番多いと500人の経営者の前でこうやったりとか、まあ、緊張はしますけど心地よい緊張というか、いいですね、はい、自分が主役です。副隊長の顔が何言ってんの、もう鍛えられない、鍛えられない、アレルギーをしてる。でも本当に僕ももう絶対無理って思ってたんですけど、やっぱり慣れもそうですし、はい、なんか緊張してた時は自分にフォーカスが当たってたんで、失敗したらどうしようとか、あ、これ大事、これ別にどの仕事でも大事、はい、そうなんですよ。
噛んだらかっこ悪いなとか、うん、なんか自分のことばっかり気にしてたんですけど、うん、別に噛んでも気にしないじゃないですか、講演してる人が噛んでも、はい、あいつしょぼいなとかも思わないわけで、はい、中身のが大事なのに、なんかしょうもないってことを気にしてたなと。でどっちかというと、いや伝えたい思いのが強いんだから、うん、伝えたいことに集中したら別に自分がどう見られるかとか関係なくなって、うん、緊張しなくなった。どこ見て喋るんですか？なんか2、30人とか500人とか。ああ、それ講師によって結構違うと思うんですけど、はい、僕は反応いい人見ます。やっぱりライブなので、反応悪いとこっちもしんどくなるんですよ。あいつ大丈夫かなとか思いながらやってるとテンション下がるじゃないですか。わざと反応悪い人いじりに行ったりとかしないですよね。逆に反応悪い人をどう巻き込むかみたいな講師もいるにはいるんで、いろんなパターンがあると思うんですけど、僕は自分のテンションを上げたいので、楽しくやりたいので。あとよく言うのはあの Z で見るって言いますね、うん、教室を後ろの方からこう見て手前見てこう見て全体を見るっていう意味ではそれは意識してやったりとか。見られたらだって見てる側は結構キュンってしますね。キュンは分かんないですけど、キュンは分かんないですけどでも緊張すると思うシンプルに、はい、慣れてもう名前を呼んだりとか、うん、ナイナイさん、はい、バケさんどう思います？急に言うみたいな、びっくってしますね。そうですね。そういうのはでも経験の中だったりとかで、はい、いろいろトライアンドエラーで、うん、あの何かマニュアルがあるわけじゃなくやってます、ね、資格とかがちょっとあるのか分かんないですけど、はい、どうやったらセミナー講師っていうのになれるんですか？資格はないです。資格はない、はい、特に講師っていう資格はなくてですね、うん、やり方は2通りで、1つは研修会社に勤める、これ一番手っ取り早いです。中高生とかがなりたいよって言ったら研修会社に就職する。で最初営業だったりとか研修の中身を作るプログラムを作る部隊だったりとか、はい、デリバリーって言って要はそれ研修を届ける部署だったりとか、うん、いろんな部署はあるんですけど、やっぱり講師として登壇したいって言えば、うん、社内でそのプレゼンの大会とかがあって講師みんなに認められたら登壇できるみたいな。早い人だと 2,3 年目とかで立ってきます。それが一つ分かりやすいですね、うん、研修会社に入ればそうですね、その後登壇できる。そうですね。で2つ目はそれなりに社会で実績を作る。でどんなことでもいいんですか？スポーツだったらスポーツでもいいし、非常に OK だと思います。ただ企業研修をしたいのであればやっぱりビジネスでの実績はある程度必要ですね。例えばじゃあ新入社員でこれから働き方のことを教えますって言って、うん、スポーツで なんか実績がありますって言われたことで、何を教わるんだろうってなっちゃうので、ね、そういう意味では何かしらビジネスで実績を作って、まあ、人の縁とかベンダーさんも講師足りないので、うん、やっぱりこう紹介だったりとかで一回みんなの前でセミナーをやりました。セミナー会社のそうです、そうです、ベンダーさんの、はいはい、そうです。で小倉さんにはぜひ来たかったのが、どんな社員になったら企業は喜ぶというか、うん、はい、結構知りたいというか、あそれで言うともう明確に一つで、お自立するとですね。自立、はい、自立社員が今もうまさに求められていて、それこそ今コロナでじゃリモートになってます。まあ組織ってやっぱり部長が1人でマネージャーが何人かいて、でその下にメンバーが5人ずつとかいてってなったら、つきっきりでやっぱり支持って難しくて、自立型社員っていうのはもうここ数年ずっと言われてるテーマですね。同じ職場にいるわけじゃないから監視の面もない中で、それでもちゃんと自分の仕事を全うできるような人材。やっぱり仕事って正解がないみたいな、うん、なので正解をある意味作っていく仕事なんですよ、基本そうだと思うんですよ、うん、なんかどんな仕事でも一緒で正解がないからこそ正解にしていくというか、うん、ただそれを正解教えて正解にマネージャーがしなきゃいけないってなると、やっぱりもうだったら自分でやった方が早いってなるんで、自分でその式を解いた方が楽しいですし、ね、はい、そうです、そうです、うん、なのでまあ本当に自立して自分で仕事を作っていく社員っていうのが、うん、一番感じることですね。ということは社長とか、まあ、会社の幹部の人たちは、はい、自立してる社員が少ないなと、だから自立してほしいっていうことで、うん、はい、出すことですよね。そうですね。で実際にこれちょっと言える範囲で構わないんですけど、はい、どういうふうにその自立を促すような研修をされるんですか？今やっぱ多いのは体験学習なので、さっきみたいに上司役と、あー、まあ、ロールプレイング、そうですね、ロールプレイングしていく中でやっぱ気づいて、じゃあ報告の実践をしましょうって言った時に報告だけする人がいるんですよ。正しいんですよ、ちゃんと報告としては報告しろっていうワークなんで、報告して正しい報告が来たら正解じゃないですか、はい、でも、報告って目的じゃなくて手段じゃないですか、はい、仕事をうまく進めるための一つの手段として報告があるんですよね、ほうれん草があります、はい、
なので報告して、じゃあ報告された人に僕こうやって尋ねたんですね。じゃあ次何やんの、あの次あなたの仕事は、あじゃあ今までの仕事はこういうことを報告したのね、その次何やんのって聞いたら誰も答えられないんですよ。これが自立してないって言ったら、ああそうだ、そういうことですよね、はい、だって仕事だったら次は今こういう状況なのでこういう報告をしましたと、こうこれこれこうやろうとしてるんですけどそれでいいですかっていう相談を次に来るのが、うん、あじゃあそれでやっといて、うん、次の仕事を自分で作っていくわけじゃないですか、うんうん、それだそうなんですよ。なのでそういうのを突っ込むとみんなハッとなるんですよ。それだから完全に目的と手段が入れ替わっちゃってるよねっていう、なんとかでした、はい、って言ってそうですそうです、できたんですよ、はい、うまく報告できましたで仕事は終わんないんですよ。そういうことですね。その後その仕事はどうなっていくのっていう、どうしたいの、だって仕事を進めてるのあんたでしょって言ったらハモりますけど、はい、なので報告をしたらじゃあ次の相談があってっていう、もう全部つながってるんですよね。でもなんかみんなやっぱ切り分けて考えちゃうんですよ。プレゼンはプレゼン、報告は報告、報告終わりましたっていう報告が来てもで次はみたいな話なんで、そうですね、はい、新卒としては目から鱗でしょこんなもうだいぶ聞きたかったなるほど。理想のリーダー像、管理者像、はい、歩きたがらないです、乗りたがらないです、はい、乗りたがらないです。